なりに4コマ4原則での考えてみたので、一つ読み上げてみます。みんなで読んでもらっていいですか？いいですか？みんなで一つ続いてください。じゃあ、一つ。起承転結ってなんだっけ？はい、起承転結ってなんだっけ？2つ。他人のキャラは真似ちゃダメ。他人のキャラは真似ちゃダメ。3つ。4コマ目は人任せ。4コマ目は人任せ。4つ。落ちなんて気にすんな。落ちなんて気にすんな。というわけで、この4原則を頭に入れて、今日はみんなで楽しく4コマを作ってもらったらいいかと思います。という流れになってます。で、発表会の後、最後30分ぐらいで、4コマ漫画の年賀状を書くっていうのをしますんで、この絵を各自で書いてもらうっていう訓練した後、今度はその次をこの天気だな。穴が開いているぞ。おーい、誰かいませんか。おー、これ鼻なんですね。これは浮いてるんで。機関車っぽいやつが不安にしてるやつなんですけど、タクシー。タクシーじゃないよ。黙って乗せろや。ごめん。ヘイタクシー。タクシーじゃないよ。かかっていいよ。ヘイタクシー。タクシーじゃないよ。金太郎飴だよ。すいません。もしかしたら優秀者にはバーグの DVD と、回転が止まらない。ストップって言ってごらん。ストップ。
今日予定外で、ドキドキしてるんですよ。